ね、なんでその物質的な話ことっていうのを理解っていうか、自分のその中で持っておいた方がいいかですよ。楽になれるってことなんですよ。これが一まあ、自分番。楽ね。でもそこなんですよ。肉体のある、じゃ楽しんで人生を送りましょう的な話もそこなんですよ。うん、だから死んだらどうなるとかこうなるとか思うから余計ね、つまらないものになっていくし、皆さんと共にそういうことを理解し、勉強しながらお伝えしながらやっていきたいなっていうのが僕の望みっていう。世の中の動きが変わったということなんで、いろいろと言いたいことがあるということだったので、それを整理して、まず話しましょうか。何がある感じね、皆さんにいろんな情報の共有をやりです。ながら、いろんなところの情報を取りながら、ちょっとこう見ていってると思うんですけど、改めてこう、どうです？流れっていうか、僕の言ってるような感じの流れで、その世界とか地球見渡していくと、すごいでしょ、今。わかるでしょ、言ってることスが。ピードが速く変化はしてるのは分かりますけどね。まずね、天体の大きな動きでいくと、今日とか明日ぐらいかな、まあ、今日の深夜あたりかな。またその天体の動きがちょっと大きな流れの動きが変わるんですよ。まあまあ具体的には話しないんで、それはもうご自身でみんな調べてもらったらいいんですけど、まあ今日の深夜かな、日本時間でいくと、まあこの辺りからどういうふうな天体の運行になってるかっていうと、まあここから3年から4年ぐらい、デグラスっていうかな、その暴露、今続いてる暴露ですよ、自白ですよね、今までもう続いてきたその支配行為みたいなやつ、要は市況支配とか金融支配的なこういうもんですよ。これがまあ、また今日、明日あたりからガタ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 と始まりますっていう感じですよ。まあ今すでに始まってるのがさらに加速しますっていう感じの天体の動き。金融で行くと、あそこがデフォルトになったな、ブラックロックって言うんブラッですけクロッど、ク、これあんまり言うとまた消されたら嫌なんで、まあ軽く触れて、あとはもうご自身で調べてくださいと。まあそもそもこれ何なんかっていうと、ファンド、銀行、あと製薬、飲料、あと、ファーム、肥料とか、飼料。ありとあらゆるところの世界中の株主になってるというだね。から環境社会カバナンスですかね、言葉を変えると。まあ。ESD っていうやつでしたっけ？ ESD 投資とかにも積極的に活用してるっていうような情報があるんですけど。や、あのね、もう触れとこうか、今日は、ついでに。ESG とか、SDGs っていうのは単なるネタなんですよ、あれ。ネタ、ああ、なるほど。もう見てる人分かってると思うんですけど、要はぎゅうぎゅうに締め付けてるわけですよ。民衆をね。要は脱炭素とかね。混乱させるって恐怖ですわな。もう何回まあ、も言ったこれ言って何回言って恐怖を与えて、要は強制的に動かせようとしてるってことですね。まあまあ、これ3000年前からずっとやってるんですけどね。同じようなことやってるんですよ。まずは恐怖を与える。恐怖を与えてどうしようってさせるわけよ。どうしようとさせたとこに神が登場するみたいな、このパターンで。これ全く同じよ。だから、今回のコロナも一緒ですよ。どうしようってなったところに注次の射が手出がてね。くるわけですよ。そういう構造の、ありとあらゆるものがそういう構造ですと。ブラックロックっていうのが、まあさっき言ったように、そのまあ巨大資本なんですよ。これある意味、どちらかというとヨーロッパ、欧州の、まあロスチャイルド系みたいなもんなんですけど、まあ他にはいっぱいあるわけよな。こういうのを使って、で、いろんなところに株を投資して、株式を買っていったりとかですね、企業統治を進めていくわけ。で、ルールを変更さすわけよな。ブラックロックってそもそも会社ですよね。多分ブラックロックって言われて多分分かんない人もいると思うんですけど、要はブラックロックって要は株式会、あの会、会社の世界最大級の資産運用会社って意味でいいんですよね。世界最大ってまではいかない。まだおるんよな。ああ、なるほど。言うと本当消されるんでね。もうそこまで踏み込むと、まだおるんですよ。で、まあ、このブラックロックで、ブラックストーンっていうのもあるんですけど、これご自身で調べて、もう僕言えないんで。これもデフォルトですよ、もう。で、あと、まあ、これと、その対にある、いわゆる共産主義、社会主義、これ今までも言ったよね、2つ作りますと。社会主義、資本主義、2つ作るわけやな、これ今まで何回も言ったよね。このブラックロックのその対になるのが、ヴァンガードっていうのがあるわけよな。こいつもまた巨大資本なんですよな。まあ分かりやすく言うと、ブラックロックの方がコカ・コーラを持ってると。すると、ヴァンガードっていうのはペプシコーラを持ってますみたいな。まあ実際そういう構造になってるわけな。
で、これがね、もういよいよガタガタ崩れたっていうか、もうデフォルトですからね、実際問題。だから、じこのゃあ、間の。まあ、根元というか、それが基本的な柱っていうところが崩れてるってことですよね。まあ、柱というか、その要は中央銀行から金が出てこないっていう構造になってきたわけですよ。要はヨーロッパやったら ECB、アメリカやったら FRB、ここからもう金が出てこないと、要は利上げしてるのご存知でしょう、皆さん。恐ろしいぐらいの利上げ、まあ、ECB はまだ上げてるけどね、FRB もまだまだいきますけど、この利上げで資金調達ができないんですよ、もう。それとともに、その資本家っていう方々が、その資本を抜いていってるわけよ、もう。で、そうなってくると当然株価も下がっていくんで、回らん状況になっていくわけですわな。で、これがクレディ・スイスなんかももういよいよ、これもデフォルト近いと思うんですけども。だから何回もお話しするように、やっぱりヨーロッパからガッタン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 崩れていくわけやな、これな。で、まあ、あと、アメリカ FRB に関しては、この7月あたりかな、これも要は、これ以上国家予算組めませんという上限まで来てるわけよ。それは今のバイデンさんがね、バイデンがそのもう、民主党か、これがそのもうウクライナに戦費出してるわな、ものすごく国家さん組んで、あれを止めないとデフォルトっていうことになるわけよな、アメリカはデフォルトと。で、まあ、国家予算からそのウクライナへの、その支援をやめると。共和党のトランプさんということを聞いて打ち切るという形になってくると、こう戦争も終結でも完全にね、もうロシアの勝ちで、もう綺麗に肩がついて、軍法回避という形で、アメリカもそのデフォルトは回避できる、これ、どちらか選択しなあかん、この夏になってくるのかなっていう感じですかな。まあ、だから、その7月って考えると、もう今3月なんで、4、5、6、いよいよあと3ヶ月、4ヶ月で、もう大詰めのところまで来た、ヨーロッパとアメリカ、まあ、日本はもっと後になってくるんですからね、周回を。まあ、そういう感じで金はガタガタ崩れていってますと、最初のお話の天体の運行がちょっと大きな変わり目に入ったんで、すごいでしょう、アメリカなんか見てたら、もうそこら中でその LGBT、これは性的マイノリティみたいなもんですわな、これももう、揉めに揉めっていうか、あっちゃこっちゃからこうネタが噴出して、どうしましょう、これみたいな形になっていってるわけよな。まあ、あれも最終的には SDG、ESG なんかと一緒で、なんていうの、同性婚とか日本でもやってるでしょ。立憲民主党がなんか今日かわかったでしょ。まあ、あれもね、言わされてるわけよ、結局。伝統文化とかね、古来の国が持つ、そういう生活文化様式ですよ。これをぶっ壊すっていうことをやってきてるわけよ、LGBT なんていうからね。まあ、こんな前に進まんともは言ってるだけでね、実際も。あと、まあ、アメリカなんかディズニーか？ディズニーもやり玉上げられたりしてるんでね。ああいうところのそのネタっていうのもこれからどんどん出てくるでしょうな。で、まあ、あと、大きく動き出したのは芸能界ですよ。同性愛とかね、小児性愛とか、そういう僕らから考えると気持ち悪い、なんかそう変な世界、ドロドロしたところがこれから暴露でどんどん出てくるっていうこと。出てきてますでしょ？やってるでしょ？そうですまあ、ね、要は。ジャニーズネタなんて BBC で今日やるわけですからね。まあ、隠しきれなくなってきてますからね。抑えきれなくもなってますしね。まあ、ある意味、ゴーサインが出たっていうことやと思うんですよ。もちろん、なるほどね。もうやっていいよっていう方向になったんやと思うかな。ある意味、そこまで言っていいんかいぐらいのとことが出てくると思うし。ああ、そうですね。まあ、躊躇はなくなりますよね。それに関してね。今まで少しずつ地味に地味にはね、出してきてたんですけどね。人々がこう、あまりにもこうびっくりして、ドヒャーあらんように。まあ、ここへ来て、ちょっとこっからこの夏、秋に向けてはもう、そう、さらに加速するってことなんで、ちょっと、はあみたいなことがいっぱい出てくると思います。そんな感じかな。だから加速していってるわな、今な。いい方向に行ってるってことなんで。要は情報が開示されてるわけですからね、どんどんね。そうです。だから、今までこう、隠し続けられてたものが表に出るっていうことで、わあ、ああ、とか、これダメだとか、なんでこんなことやって、お前ら悪いとか大変だとか言う人おるけど、要は良い方向へ向かう途中っていうのはこういうことになるわけよな。そうですよね。すごくそこら辺はその通りだと思いますね。今まではどうしてもシステムで無理やり作られたものだから、それでなんとかごまかしできましたけど、それがぶらってきたから、それほどちゃんと見ないといけない、各個人個人がちゃんときちんと自分自身も見ないといけないんだろうなっていうのはすごく感じますね。開示が進んでるってことですね。芸能界もそうに、あと、スポーツ界か、まあ、五輪もやられてるわけですからね、そのそうで他のすスね。
もう NHK から電通からもう片っ端からって感じになってくると、はいはい。要はもうつるんでるわけですからね、あの辺そうがですね。ね。ああいうところの開示が進むと、もう皆さうん、鹿としてそっぽ向くみたいな世界に入ってくるってことだと思うんですよね。ん。うん。まあ、いよいよ大詰めに近くなってきたかな。で、まあ、簡単に言うと、あと3年間ぐらいはこれがまだ続くと思いますよ。うん。片付くまでね。皆さんがほぼほぼの人が理解できる、こうやっても分かるようになってから、新しい時代を迎えてる人はもう先行ってるんだけど、皆さんもついてきます、みたいな感じになる。3年後ぐらいにね。まあ。分かる人にはもう進んで、今から、ね、今日からでもそうですし、やってる人はやってますからね。その差もう、は。もう皆さん動いてる人多くなってきましたよね、本当に。もう明らかに、だから人々が二極化三極化してきたって感じかな。やる人とやらない人の差は出てきてますね、だいぶ。うん、じゃあ、どれぐらい具体的に行動を移して、新しい方へ行ってるかって、どれぐらい思ってた、僕の目線から見ると、30人に1人、10人に1人までまで。それがもう本当に明確に出てるのって、ほら、この前話してた、ちょっとチャットボットじゃないですか。AI のやつについても、統計が出てたのが、その面白いなと思ったのは、経営者の方がそれを認識してやったことがあると、少しでも触ったことがある人は、全体の6割程度だと思う。6か割っな。てものすごい多いじゃん。多いんですよ。これでも多い方なんですよ。でも6割なんですよ。うん。なんで、残り4割の人たちではやってないっていうやつなんで、結構、だいぶ触ってる人は多いのかなっていうイメージはあるんですけど、だから意識的にみんな AI っていうのは意識してるんでしょうけど、その見えるものにみんな意識するんですけど、もともとだってこの AI のチャットボットなんて、去年から出てましたからね。去年の10月、9月からもリリースされてたけど、みんなそれを分かってなかったわけだから、気づいてる人がこれはすごいねって言って、派生させたのが今なので、結局、そういう感じですね。はい、じゃあ今日はちょっと前振りがあまりにも長くなりましたけど。まっちゃんは、この間、成果がいいよって土曜日、LINE いただいたじゃないですか。僕の方でも、成果について、再度いろいろと調べたりとか、確認してたんですけど、これちょっと突っ込んだことを聞くと、消されるか怖いんですけど、成果ってそもそもいろんな宗教の考えがあるじゃないですか。例えば、キリスト教の教え方とか、に基づく教え方だったりとか、ヒンドゥー教の教え方に基づくと死生観とか、まあ、全部結局心の問題なんだよなっていうふうに思ってるんですけど、まっちゃんから見て、死生観って結局やっぱり前もちょっと話してたと思うんですけど、もう心の問題ってことでいいんですよね。いや、大きな構造的なとか大きな流れからね、お話いつもしてるんですけどね。その要は宗教ですよ、今起こってることって。この宗教がもうダメですよっていうことになってるわけよな。要は、もともとはその宗教チックの話って、まあ、シュメールからいくとね、今のそのユダヤ教にしても、まあ、旧約聖書にしてもそうなんですけど、まあ、もともとはそのシュメール以降からの流れっていうのはあるんですよ。ただね、時とともに、時代とともに、もう多分に改ざんされてるんですよ、人によって。で、その時々のその支配者っていうか、王っていうか、そういう人たちによって多分に、まあ、残ってるところはあるんですよ。どうしても改ざんできないとかね。残ってる部分もあるんだけども、多分に改ざんされてるわけよ、都合のいいよ。これね、人が作ったもんですよっていうことなんですね。もともと。で、この宗教支配っていうのが終わりを迎えるっていう時代なんですよ、今。だから大きい。宗教ってね、ある意味、その聖書ってそうなんですけど、何億人とか何十億人の人がその書物、聖典を見て、まあまあ今の言葉で言ったらルールって言うんかな、平和な世界を築いていきましょう、みたいな話です。でね、これそもそもなんでこんなもんが存在してたんかっていうところから原点を掘っていけばよくわかるんですけど、あれがないと、もうむちゃくちゃなことになる 人種っていう言い方をしたら絶対おかしいけど、西洋的な人たちってあれがないともうむちゃくちゃなことになるんですよ。これ前も話したと思うんですけど、中国もそうなんですよ。一神教ですわな、一つの。イエス・キリストさんね、言ってることを聞かないと地獄へ落ちますよ、的な話なんですけどもね。で、この経典、その教えがないと、もう収拾つかないんですよ。成り立たないんですよ。もう強奪するわ。戦争はするわ、殺し合いするわってなるわけな。で、我々、日本人的な人って、あんまいらないんですよ、ああいうもんって。ないですわかるでね。しょ、別ないし、に。逆にそんそれな。を毛嫌いしますからね、逆にみんなね。そうでしょ、そんな、いちいちそんなこと言われんかっても、そんなことしませんみたいな世界におるわけですよ、もともと。そう、日本は、そう。
まあまあ宗教的にはまあこっち置いときますよ。だからそういう、あれがもう崩れていくって話なんで、だからヨーロ、欧州の人たち、まあ西洋の人たちは大変ですね、っていうことなんです。要はその一神教って言われてたもんですよ。あれがこれ、もう信じていいんですかね、みたいな方向へ行くわけですからね。でも分かるでしょ、大体どこへ頼ればいいんでしょうか、私たちは、みたいな話になってくるわけ。わかりますよね。迷ってきますね、多分ね、そしたらね。うん、で、となると、もう自分自身なんですよ、最後は。これ何回も同じこと言ってるんですけど、自分自身のうちにある神的なもんっていうか、宇宙的なもんっていうか、人それぞれ70億人いれば70億人が自分自身のうちに宇宙的なもんとか神的なもんがみんなそれぞれあるんですよっていう話にたどり着くしか方法はないんですよ、もうこれ。だから、死生観的な話ってものすごく大事になってくるし、それをそれぞれが持たないと、もう何もかもが何かを信じる状態に陥ってしまいますね、みたいな話なんですよ。まあ、あとは、死生観ってなんか改めて見ると、やっぱり自分の目標を明確化できるような感じですよね、やっぱりね。目標が立ち当てりというか、死に向かって僕らを準備してるわけじゃないですか。っていうふうに、この前、まっちゃん出たと思うんですけど、死に向かっていくためにゴールがあるわけだから、それに向かって自分でその目標だったりとか、人生の目標、まあ人生という全体図の、自分自身に持ってる全体の目標を決めてやっていくのが大事なんだなっていうのは、すごく自分の中では腑に落ちてるっていうところと思ってます、僕は。単純に言うと、死生観ですから、この世の世界とあの世の世界の関連的なものっていう話よ。これ単純な話なんですね。もうもともとここはここですよ。で、死んでどうなるのかとか、そういう話はこっち置いときますよ。もうあんまり、その、なんていうかな、俗っぽくなるんでね。で、生きてる目標とか、生きてるその目的みたいな、私は何者なんだとかね、何のために生きてるんでしょうかとか、いろいろこう考えおると思うんですよね、そもそも。繊細な人なんでね。だから、生観的なものを後でお話、ざっとしていきますけど、そこをしっかり持ってれば、私が何者なんだとか、何のために生まれてきたんだろうかとか、いや、私はもうこのまま自分で自分を殺して死んでしまいたいとか、そういうこともなくなるっていうお話に最後はなるわけだ。で、そもそもね、その、何のために生まれてきたかなんてないんですよ。ここをまず理解せんと、どうしようもないんですよ、そんなもん。私たちの体って、その、ものすごくちっちゃい細胞から組み立ってるわけでしょ、細かいとこから見ると。で、こんな複雑な構造してるわけでしょ、これが生まれて、出来上がるだけで摩訶不思議みたいな宇宙の構造になってるわけよ、体って。人間そうですね。機械が作れないレベルの、そうですね、ね。人類にはまだ、だってウイルスすら作れないですからね、いいと。それがこんなもんが自然に出来上がるっていうのは、もうこれあり、どう考えたって生まれてきたっていうか、その肉体を持って、精神とともに肉体を持って出てきただけでも、もう十分なんですよ。何もんだとか、ね、何を目的にとか、そんなの必要もなくて、って考えるとよ、楽しむために生まれてきてるし、楽しみなさいってことなんですよ。だから、楽しんだもん勝ちですね。結局そうですよ。簡単に、もうガチっていう言い方おかしいですけど、楽しまないとある意味宇宙に対して失礼みたいだから、後ろめたさとか、自分をひがむとか、マイナスのことっていらないんだけどねって思いますけどね、やっぱりね。だから、その目的とか目標ってさっきおっしゃったら、もうそれもいらないんですよ。もうざっくり言うと、お前そんな言いながら不動産やってそんなやってるやんけって言われたら、いや、これも自分の意識というか魂的なもんに、なんていうのかな、導かれてただ勝手に好きだからやったみたい。行き当たりばったりっちゃ行き当たりばったりなんですけど、まあ、前回のお話のその行動しないと何も始まりませんっていうのと一緒で、こういうことになってくると、行動も早くなるわけを考えないんで、そもそも、みたいな。今考えたら1分後にやりますみたいな話になってくる。いわゆる指定感もと直感も大事になって、自分自身が大切にできて、なおかつそこの中で自分の質なのかな？質が上がるんでしょうね、多分ね。今やってることは自分のもう選んだ道っていうふうに言えるようになるから、何も不安もなく、そのままどんどんいろんなことができるっていう、挑戦ができるっていう感じなんでしょうね、指定感って、おそらくね。人生は遊びだとか仕事は遊びだっていう話もそこ一緒でね、なんていうか、すっと入っていくまで言い続けますんでね、こういう漠然とした感覚を持ってないと、なかなかその死生観的な話は今からやりますけどね、みんなが楽になっていって楽しんでもらう、楽しく生きていきましょうみたい的な動画なんですよ、これ。
前の動画でも話しましたけど、成功って何ですかって言ったら、いや、たまたまそうなっただけです、みたいな。じゃあ、あなたなんでたまたまそうなったんですかと問われたら、たまたまそのいい奥さんと結婚したからとか、たまたまいい友達と知り合って、なんか楽しいからやったそうなりましたとか、その程度なんですよ。多分聞いてみて、皆さんその感じですよ。そんな何かをこう狙ってやったってうまいこといかないんでね、流れとしてそうなったぐらいの話なんですよね。で、こういう話があって、死生観的なところってね、結局ね、もっと軽いから伝えれるんですよ。別に軽い、なるほど。死んでからは地獄行ったら嫌だから天国行きたいから今ちゃんとやりますとか、そういう話全然ないんですよ。で、まずね、一個だけね、本当理解してもらいたいっていうか、その思い込む、これも僕は勝手に思い込んでるだけなんですけど、意識体はずっと続くと思ってればいいわけですよ。まあ、魂的な話になりますけど、肉体がなくなって全部が終わると思うから、何かを焦るわけですよ。だから皆さん。これも前言ったけど、肉体が滅びたら、なんていうかな、その軽い感じになって、ふわふわふわっとなって、自分の意識だけがまだ何万年もこの後続いていきます、宇宙の中へってなったら、何年別にそんなにこう死ぬのが怖がるとか、どうしようとかってなりようがないっていうのをどう言ったら理解できるのかなと思いながなりら。ようがない。体験をするしかないっていうのは本音ですよね。僕も、死生観について調べます。勉強します。で、自分で理解します。でも、なんだろう、まっちゃんがやってることって正しいんでしょうけど、多分、自分で体験してるからそれが言えてるから、やっぱ体験をさ、する、自分で体験して味わうしかないんだろうなっていうのは思いますよ。違う違う違う。まあ、それ体験してるってもあるんですよね。実際そんな感じなそうんですですよ。よね。いや、僕3回ぐらい死にかけてるからね。でしょ。まあ、そこの、そういう話でいくと、奥さんに聞かれるところがあるんですよ。その死にかけるときって、やっぱり自分がこう死んでる感じになってるところを、浮いてる、宙に浮きながら見えるのみたいな話を聞かれるんですけど、いや、そうじゃないよと。別に自分で自分を見てるんじゃないけど、何か体が軽くなって、で、なんかこう光がなんか幸せな光の中に包まれてそっちへ行きます的な感じは。で、そこには苦しいとか痛いとかも何にもなければ、ふわーっとした感じで、ただ意識はあるんですよ、現実。それが意識なのか、ただ夢見てるだけみたいな感じ。あれ、夢見てるのも意識や、何でも言ったら。そうです。あ夢るもそう非常によく似てるんで、っていうことは、何にもなくなるっていう世界じゃないっていうのは僕、確信できるんですよ。意識はの残ってるけども、前の動画でも言ったけども、意識体的なものは残ってるけども、この世の三次元世界に何か施しをできない、その三次元世界で何かをすることができない感じですよ。で、それをこう空から見て、恨んで、はあとか、そういう感じでもないですよ。ただ単に光に包まれて、ふわ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 となって、今までの現実的に見た楽しかったこととか、あるいは見てもないけど、夢に出てくる世界みたいなもんがバー広がってくるみたいな。日本語に言語化するのってこれ難しいと思うんですけどね。みんな頭良すぎるんで余計なこと考えちゃうんですよね。まあ、そんな感じでしたと。でね、じゃあ、経験してない人でもね、なんでその物質的な話ことっていうのを理解っていうか、自分のその中です、持っておいた方がいいかですよ。楽になれるってことなんですよ。これが一自分番。楽、楽ね。でもそこなんですよ。だから楽しんで人生を、今のある肉体を楽しんで、肉体のある、じゃ楽しんで人生を送りましょう的な話もそこなんですよ。だから死んだらどうなるとかこうなるとか思うから余計ね、つまらないものになっていくし、コロナとワクチンがええでええでしょう、あれも言ったようにゃ。あれもそういうものを持ってないから簡単に注射を打ったりするわけですよ。そうですね。で、これが3000年続いてきた恐怖を与えて人々を支配するっていう構造、ここにあるわけでしょう。確かに。生還的なものをしっかり自分の中で持ってれば、そういうことが怖くなくなるわけですから、そんな変なものに煽られてね、そっちの方向へ行くこともなくなるわけですよ。そういうことを言いたいわけですよ。いろんなことがああだこうだって世の中起こるし、それはいろんなことあるけども、まずはここをしっかり持ってないと、何かが起きることってやっぱあるんですよね。その天才チェーンですし、金融のクラッシュもそうですし、破産するかもわからんっていうのもそうじゃないですか。でもこれもすべてすべて笑って過ごされるわけですよ。なんとなくわかる、これ。それが、だからいつも思うて、それがどうしたみたいな話になるわけよ、これ。
そう、頭では理解してても、そうなんですよね。そうなんですよねってしか僕も言いようがない。だから、そういうふうに皆さんと共に、そういうことを理解し、勉強しながら、お伝えしながらやっていきたいなっていうのが僕の望みっていう、これから当然、まあ、いろんなところ、会社もデフォルト、銀行もデフォルトになっていく、国もデフォルトになってますよ。当然、景気後退始まってますよね、リセッション始まってますよね。だ会社クビになりましたとか、ね、いや、金融破綻しましたとか、ね、そんなことでいちいちどうしようなんて言ってたら、キリがないわけですよ。きだりないから、ですそのためにはね。こういう客観的なところをしっかり持ってると、それどうしたっていいように捉えていくってことですよ。だから会社が潰れて、働き口がなくなりましたって言ったら、よう、あなた自分でなんか好きなことやれるチャンスが巡ってきましたねとかね。いいように全部を捉え、自分の都合のいいように捉えれるわけですよ、これ。そうだね。ですよね。で、全で部も、自分に変換できますからね。で、自分の都合のいいように捉えようと思うと、やっぱりうちの自分、うちなる自分に帰らないといけないし、で、主体感的なものをしっかり持ってれば、何があってもどうってことないみたいな話になるわけよ。わっちゃんのやった言語化が難しいよなっていうのはすごく感じます、やっぱりね。でも本当の話って言語化できないんですよ。できない、できない、できない。もう感覚でだ見るしから、かない。昔のお釈迦さんの話なんかそうなんですけど、例え話が多いんですよ。聖書も多分に例え話が多いんですよ。まあ皆さん見たらわかるわ。架空の人物とか出来事を作って、例え話するわけよな。分かりにくいっていうことがあるんですよ。だから、本来、あの例え話がないんであれば、言語化できない話なんですよ、これ全部。そんな感じなんですよね。なるほどね。僕、しつこくここから毎週やっていくんで、これが腑に落ちるとこまで自分自身が納得できるようになってくるとね。意識的に、これはもう僕の中で言語化ですけど、もうそういうもんだっていうふうにもうみんなわかんないじゃないですか。要は、凝り捨てた考え方っていうか、粘りついてるわけじゃないですか。だから僕の提案としては、もうすでにそのことのマインドっていうのを常に自分の中で内鏡じゃないですけど、反映させていって、もうシャワーを浴びてて、それが当たり前の状態にするのが一番早いんだろうなって思います。そういうことを理解できるようになっていくとね、自殺するとかね、自分をこう戒める、自分を自分でこう苦しめる、自分はこんなダメなんだみたいな感じですよ。ああいうこともなくなるんですね。さらにね、社会の目を気にするっていうのもなくなるんですよ。全く。で、私、透明人間なんですかねみたい透明人間。な感じにもなるときがあるわけよ。要はああ。分かりやすく言うとね、周りの人が私を見てるとか気にしてると思うから、なんか自分はこういう顔で、こういう髪型で、こういう服着てて、こういう感じなんだって認識ってあるか、周りのことが気にならなくなるんで、周りにいる人がいないみたいな感じになるんですよ。これね、難しいんですけどね、言い方。結局、周りを気にするなってことなのは分かりますよ。みんな、やることなすこと、周りを気にしちゃってるからできなかったりとか、伝わってきてて、じゃあ、周りを気にしないで、勝手にやってれば勝手になるよっていう、最初から最後って、僕もそうなんです。僕も感覚あるのは、決まってると思ってるんですよ。ただ、それの結果は決まってるんだけど、もう、それはもう生まれつきから決まってるんですよ。その線のところを、こうやってぐる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 やってみたいな。要は、いろんな阿弥陀があって、結局みんな大回りする人もいれば、抹茶みたいにもストレートにこうやってボンっていけるってやる人っていうのは、単純に 枝分かれがあるのかなって。で、それが思考としてあるのかなっていうのが、変に思考として持っちゃってるから、みんな大回りしちゃってるんですよ。だから最終的に僕思うのは、体験してて思うのは、一本通ったことあるなと思うんですよ。あれ？結局やっぱ繋がってるやんみたいな。そう最で初もす。最後も繋がってるやんって。いや、僕も抹茶に合ってるのって結局繋がってるやんと。例えば、他の人と別れるんだったら、もうこれも繋がってるじゃん。そういうことだったんじゃん、最終的にやと。ただ、それを近道するのか、大回ししてるのか、出会いはどっかのきっかけなのかっていうのは、その時のタイミングで違うけど、みたいな。そんな感じですよね。阿弥陀ってよく分かりやすいな。いい例えやな。ででしょうね、ね。阿弥です陀よのね。なんていうかな、螺旋じゃないわ。阿弥陀のこう、阿弥陀八くじ。点台になってるやつあるじゃないですか。あるやんか。あれがね、周りの世界やと思って分かりやすい。なんか、そんな気がしますよね、やっぱりね。まっすぐに行かせませんみたいな行かね。せないから面白いんだけど、ただそれを楽しめるか楽しめないから本人次第だし、で、その阿弥陀って結局僕その中で何が鍵になるかっていうと、それは、要は自分がどれだけ勉強するか勉強しないかにもよると思うんですよ。例えそうなば、勉強すれば阿弥陀の方が開けるというか、
鍵が開くじゃないですか。だから近道ができるとかって、そういう感覚を持ってて、僕の中では。うん、まあ、勉強っていう言葉じゃなくて、やっぱ学ぶ。学ぶこと、うん、学ぶっていうか、その、自己鍛錬をすること。勉強って、僕はいつも言ったように、丸罰ゲームだよね、あれ。はいはいはい。だから、学ぶ。で、うん、学んで、素直になって、受け入れると。それで自分のうちに問うと。そうそう。だから、結局、みんなもうゴールは持ってるはずなんですよ、絶対。その扉をね、あえてね、開けようとしないんですよ、みんな。僕、これ、動画に、あと、何回言い続けんねやろな、みたいな、同じことみたいな。まあ、楽しい方やってるけど。本当に。それが僕の実験台みたいで、僕が一番頭を見てますからね。まあ、でもね、これ、本当冗談抜きでね、1年くらいね、はい、ちょっと頑張るから、1年くらい見続けてもらったら、ちょっと変わると思うんですよ。それはね、2、3回じゃわけわからんですよ。でも、だいぶ最初よりかはね、もう、ほんわかして分かってきましたからね。とりあえず、見てもらって、だからね、感じてもらって。目に見えないものを、はいはい、信じる時代は終わったんで、うん、今まで目に見えてなかったものを知る時代になったわけだな、うん、っていうことはさっき言った言語化的なものも同じで言語化できないものを知る時代っていうことなんです、うん、っていうことはあんまりね理屈でね固まった世界でもないってことなんですよ。もうちょっと自由な感じなんですよ。言ってることは分かる。クリエイティブな世界はそうですもん。自由な世界であって、うん、答えもない世界ですし、それをアートとして表現するのが、ある意味クリエイティブですよ。で、その感覚って、多分人生も全く同じなんです。自分をクリエイトするんですから、結局のところ。だから僕、今自分が言ってるようなこと、本書けなんて言われて嫌やからね。自分が言ってることを、これを発言してる動画が本になるわけですよ。いや、僕本書けたら無理ですってはっきり言いますよ。ただ、あ、本当に絵本にはなるかもね、みたいな。絵だって書きたい。絵。あ、そう。4鉛筆。でも、これやってるやつはうまく、その絵か、絵本か。うん、絵本の方が表現しやすいですよ、こういうことって。温かいもん、柔らかいもん、その光的なもんっていうのを表現できる。言葉で表現できない世界なんですよ、あれって全部。うん、簡単に一言で感じで言うと、愛っていう感じなんですね。うん、一言で本に書け言われたって書けないんですよ、こんなもん。まあ、確かに愛もいろんな愛がありますからね。ほんといろんな愛があるから。確かに、答えは無限じゃないですか、愛って。だから、英語のラブとは全く違うじゃないですか、日本の愛っていう言葉って。うん、確かに、抹茶は何と愛を伝えてるのかっていうのが分かんないですからね。結局、愛にも定義があるし、100個ぐらいあるわけじゃないですか。そう考えると、確かに、絵の方が、このことの愛を言ってんだねってのは伝わりますよね。今日はさらにみんな訳分かりませんね。この人何言うの？訳分かんないけど、意外と見てくれてる時間は長くなってくるんですよね。面白いですよね。この訳の分からん内容の話に1時間頑張って聞いてくれてるのも皆さんありがとうございます。本当ですよ。ただ、見終わった後に感じるのは、持ち帰ることはある。持ち帰れるものはあるという。ちゃんと最後に聞けば。なるほど。で、なんでこれ死生観みたいな話ばっかり僕よく言うかっていうとね、大転換期ですよね。本当もうこれね、もうめったにお目にかかれないような大転換期。せっかくね、肉体持った我々、この時代に一緒の同じね、時代に生きてる皆さんなんで、はい、じゃあここをやっぱりしっかり持っておきましょう、土台ですねっていうのがやっぱり死生観の話になるんですよ。はいはいはい、まあ、その他いっぱい付随したもんいっぱいあるけど、やっぱそこになってくるんだね。はいはいはい、うん、だから死んだらどうなるかって言うと、単純に言うとね、思い込んどいたらいいんですよ。魂は永遠に続きますと、うん、あと恐怖を捨てた方がいいんですよ。意識は永遠に続くと思ったらね、うん、恐怖なんてないんです。あるってみんな思っちゃうんですよ。それが困っちゃうんですよ。僕がないって言うてねえから、みんな信じてくださいみたいな話しか言ってこないです。だからもう信じるしかないんですよ。信じるやつが救われるじゃないですか、本当に。信じる時代は終わったんで、そういうことを知るっていうことです。知るか。知るね。信じる。さっき言ったように、宗教の時代が終わるわけですよ。今までね、3000年、4000年も人類ってね、何かを信じることによって苦しんできたわけですよ。はいはい。ずっと。と言ってましたね、うん。物質を信じるとか、お金を信じるとか、宝石を信じるとか、ね、はい、宗教を信じるとか、もうありとあらゆるもんですよ、うん。物質世界の中で信じるもんっていうのは、いずれなくなるもんって皆さん想像つくでしょみたいな話なんです。で、なくなった時にあなたどうするんですかみたいなことが今起きてるわけなんです。これが大事な感じですよ。だから、うちに帰りなさいっていつも言ってるわけでしょ。うん、さっき言った死生観的なものを理解していくと、別に私裸で草原で生きてても何とも思いませんみたいな。
はい、そうですね。いや、まあ、本当に私、そんな感じですよ。もう山の中で、なんだったら穴掘って、もうね、穴掘って。いや、そんな楽しいことないよねって思えるということなんですよ。不幸と捉えるか、面白いと捉えるかで、さっきの阿弥陀の話じゃないけど、はい。すべてが変わりますみたいな、うん、そうだから要はね、プロセスがね、本当に楽に、その阿弥陀の間がね、綺麗に詰めるんだったらみんなハッピーですよ。だからそう、やるためにはもうないって思えばいいわけですからね。簡単な話ですよね。もうないって思えばいい。なんでそうなるの？みたいな。いや、それは多分、勉強しすぎてた部分もあるの。余計なこと。余計なことを知識入れて余計に自分で考えようとしちゃってる。うん、だからいつも言ってるように一回洗い流しましょうって言って、うん。洗い流してリうん。セットします。でね、本当も自然観的なものをね、まあ、理解できるようになってくるとね、楽しむ方法がもう簡単になる。もう何が起きても楽しむ方向へしか行かないみたいな、頭の中が、意識がっていうかな。何がどうなろうが、いや、これも楽しいよね、みたいうな。ん。うん。立ち向かうもの全部が楽しくなるんですよね。今から挑戦するもの、やることに対しても、なんか来てるマイナスのことでも面白く感じるから、プラスになってくるんですよね。でもそもそもその立ち向かうっていう概念がないって感じですよ。いや別にと思ってるとそういうのもないみたいな。だからそっちの方がまあまだうまくはぶるかだから、やっぱりその概念孤立してるのはそれをもうないんですよ。そな。だからまあ皆さんこだわりすぎな。何をこだわってるのかさっぱりわかりませんみたいな い話になる。やー、多分そのこだわらないと自分をね、維持できない人が多すぎるんですよ。だからこだわるんですよ。これ自分は何者なのか定義づけるっていうのってね、西洋的な人って多分にね、アメリカ的な西洋的なお話でもしたんですけど、前の動画で。彼らはね、どちらかというと外に敵作らないとね、自分を定義できないんですよ、民族的に。主要民族って言っいてまうしたか。ね。なんで、我々もね、そうなんですけど、これ外ですよ。外と相対比較して自分を定義してるんですよ。あの人と比べてどうやろうとかね。まあ、他人と比べますわな。あの会社と比べてどうやろうとかね。そうですね。間違い全くないですね。その通りですね。誰々さんのお家見て、あの人と私のお家はどうなんだろうとかね。キーがないんですよ。じゃあ、逆に言うと、その相対比較で自分が上位に行くとしましょうよ。その上位のグループの中ではまた相対比較が起こるんですよ。で、またその上の上位でも相対比較が起こるわけな、これ。入り江にキリがないっていう状況になるわけよな。だから外と何かをこう相対比較して、この自分に定義しないってことですよ。まあそうですね。自分自身もそうですし、自分自身も超愛するみたいな。私のこととても愛おしいわ、私みたいな人。とか、あと自分のその持ち物であったりね、そういうものも何の不服もないみたいな。もう私はもうこれで大丈夫、大好きですからみたいな。これは阿弥陀仁と一緒ですよ、これ。そうですね。わかるわ、あいちゃん。言ってることはすごくわかります。外見るな、中見ろっていうのが最終的なゴールです。もうそれそう思います、あいちゃん。どう思いますか、視聴者さんに代わってコメントを。コメントって言われると、僕はもうその影響をもろに受けてる側だから、まっちゃんの。ただ、唯一僕が思うのは、やっぱり切り口。切り口が違う、それぞれによって。まあでも、簡単なこと言ってるだけですよ。言ってることが簡単なんですよ。ただ、難しいけど、そうだよねってしか言いようがない部分も出てきてる、最近。そうだよねって。最後のまとめ的なものになっていきますけど、次の新しい時代って、まあ、天がどういうことを要求されてるかとかね、そういうことは前の動画でも言ったんですけど、やっぱり自然とか宇宙的なものと、この目に見えなかったものね、今まで。まあ、見えなくて理解しなかったもの、私たちが認識しなかったものですわな。こういうエネルギーを捉えながらっていうか、いただきながら、やっぱ共生していくっていう、強制をしていく、なるほど。共生、自然とね、自然とか宇宙的なものとかと共生していくっていう社会が、そういう時代になるんですね。で、人類同士共生していくと、もう争わないとか、変な宗教に侵されないとか、そういう世界に入っていくわけな。だから、やっぱりね、その宗教っぽい話じゃなくて、死生観的な話っていうのはね、世界中の人々がどうしても理解せざるを得ない時が来るんですよ、これ。もう嫌がおう。で、世界中の人たちがそうなった時のことを今ちょっと愛ちゃんパッと想像してもらったら分かるけど、これが新しい人類の進化なんですよ。なんとなく分かるでしょ。
まあ、なんとなくですけどね。だから、そうなると、その科学技術的なものとか物理ですよはい。ね。今の、その壁を越えれなかったの、今の次元を取っ払えるわけですよ。重たい機械的なもので何かを作るとか、何かをこう運ぶとか、そういう話、目に見えないエネルギーを使って産業なんか技術がこう進化していく感じですよ。ある意味、なんていうの、ピラミッドみたいなものを、巨大ストーンで1個どうやって運ぶのみたいな30トンとか4トンとかあるような石ね。人間の意識的なものですよ。それでこう移動させるっていうようなことになるかも。古代そうやったわけからね。4万年とかね、5万年とか。そういう古代文明にあったわけよな、その。まあ、進化の過程ですよ、簡単に言うと。ってなると、まあ、本当にいい時代が来るね。もう、100年行きたいなって私思うんやけど、どうですか？ そうですね。今日僕の中で気づいたのは、自分から出てくる、こうしないといけないとか、こうあるべきだっていう思考そのものがどうでもいいって話なんですよ、そんなの。どうなるわけよ。考え方の出してプロセスはどうでもいいことなんですよって話なんですよね。そうなんですよ。その思考そのものが僕今日もうちょっとやるけどね、その思考そのものって実は私の思考じゃないんじゃないでしょうか、実はって最近思うわけ。他人の思考なんだろうね、多分ね。多分他人の思考であり、自動的にこうプログラムされてる感じなんだ、僕から。自動的というか、それだったら僕から言うと、多分親からだと思いますよ。親から近い存在、親のところでずっと育ってきてるわけじゃないですか。だってミルク与えられて、一緒に幼い頃からインプットされてるわけじゃないですか。その親たちの思考のコピーされたものが、単純にそれが出てきてるだけだと思うんですよ。でも、それ違うと思ってて。まあ、何らかによって、それは分かんないですけど、何らかによってプログラムされたものが降ってくるみたいな感じなんですよ。みんな自分で考えて自分で思考してると思ってるんですか？これ実は違血が違うんうと思う。そう思うでしょ？それは思う。だって、その哲学から言うんだったら絶対違うもん。だって、幼い頃の感覚、学校行った時の感覚、当たり前の義務教育でやってきた感覚っていうのがインプットされてるから、もう頭の思考がそうなっちゃってるんでしょうね。半自動でそれが答えが出ちゃってるのがいけないから、それを取らないといけないわけですよ。っていう感覚だなと思ってます。だから、だまっから、ちゃんが言う、誰もが同じようなようなことになっちゃうというか、学校とか親からのプログラミングが勝手にされちゃってるっていうところじゃないですか。ですね。っていまあ、うのが今日の僕のまとめだと思います。だから 毎回この動画で、このチャンネルではお話してる、取っ払ってくださいっていう取っ払のはってそくこだでさい。あと、どうでもなる、どうにかなるってことですよ。一回、本当ね、習ってきたこととかね、社会的なその生活の中でこうこびりついたやつを一回概念全部取り払ってね、新しく入れ直しましょうみたいな話ですよ。そうですよ。で、私もこの2、3年ぐらいなんで、そうなった、なんかそんなこと考えて、そんな本読んだらそうなりましたみたいな感じなんで、1年ではなかなか全部っていうのはなかなかちょっと難しいですよ。2年ぐらいかかってくると、なんかそうなってきましたねみたいな。でも、まず、考える習慣づけるというか、その思考になってくるのが大事だから、その環境を一緒に学んでいくのは大事だと思うので、一人でも多く見てもらいたいなとは思いますけどね、本当に。大量の人に見てもらうのが目的じゃないじゃないですか。まっちゃんのことがよくわかる、まっちゃんと同じ世界観に行きたい人が見るべきチャンネルなので。まあね、本当そうなるとね、非常にね、幸せっていうか、毎日がハッピーみたいな。それはいろいろあるよ。こいつめんどくさいなとかね、役所うるさいなとかね、ね、この銀行、いろいろあるけど、それはそれを置いといて、私は全然毎日楽しんだもんみたいな感じに、また1分後には戻れるみたいな。もうそうするとね、世の中の毎日が楽しくてしょうがなくなりますね。ウキウキドキドキのワクワクのね。一瞬腹立つことあるけど、すぐ戻りますんで。もうどうでもええわ、みたいな。まあでも本当ね、愛ちゃん、これいつもね、僕言い方好きじゃないと思う人おるかもわからんけど、どうでもいいって大丈夫？本当。どうでもいい。どうでもなる。どんどん。これ意味、ある意味ものすごくね、多分どうで会社ものいい。上司に、ね、会社の上司にどうでもいいって言ったら怒られるかもわからんけど、自分の心の中でね、どうでもいいわ、そんなことと思ってたらね。楽しんだもの勝ちです、やっぱり。
楽しんだもの勝ちでなんとかなるっていうことで、はい。じゃあ今日のまとめは楽しんだもの勝ちでええんかな。そうですね。で、人生、何やったっけ、生きてるだけで。人生生きてるだけで儲けもんですね。儲けもん、そうそう。はい、う気楽にやっていってあげば、うまく全部ハッピーになってきますよ。じゃあ今日はこの辺で。はい、皆さんとチャンネル登録お願いします。さようなら。